はい、どうもこんにちは。はい、サブ2です。はい、サブ2です。今回なんですけどもね、YouTuber といえば、はい、固定の挨拶というのがあって、ね、ありますよね。わかります？あの TKG さんで言えば、出していこうみたいなやつで、あれ僕ら全くないんで、ちょっと考えていこうかな。考えてあります。もう考えてあります。今もう提案しても重要だね。やって、はいはいはい、ダッシュで行こうぜ。え、だからそれもうあんねん。それもあんねん。ダッシュで行こうぜ。いや、ダッシュで行こうぜ。じゃあ、もう帰ってこい。それあんねんだから。いや、行こうぜ。行こうぜ。じゃあ、ね、行こう。今回俺も考えてきたから、今回。そう、嘘だろ。ほんまに。何個？ 2 個。1個目いくね。ダッシュで行こうぜ。寿司三昧だ、それ。俺のだから、それから。俺のな。TKG さんのやつ、やめて。でも俺ももう一個考えてきた。TKG 以外ね。うん。それ、やって。行こうぜ、ダッシュで。変えたからいいとかないんだよ。TKD のだろ、結局。TKD さんのだね。あります、あります。あるの？あります、あります。どうぞ。サブ2の、ここはやつね。そう、サブ2の挨拶。サゴちゃんもやるんでしょ？サゴもやるか。サゴもできるやつ。イケメン2人。うん。既婚者の、既婚者でもやれる。イケメン3人の、うん。ご挨拶。うん。ランニング女子と仲良くなりたい、サブ2です！おー、もう欲望がもう、ランニング女子と、うん、仲良くなりたい、サブ2です。いや、もう隠して、絶対に隠して。そんな欲望、仲良くなりたい、絶対隠して。女子と仲良くなりたい、女子と仲良くなりたい。もうランニング聞いてる人、ランニングしなくてもいいから、うん、女子と仲良くなりたい。もうそれただ単にもう合コンしたやつみたいな。モテたい、女子と仲良くなりたいみたいな。なんとてモテたい、なんとてモテたい。はい、じゃあ次俺の番な。お前の番、面白いに行けよ。はい、出していこうぜ。じゃあ俺のやつ、それ俺が考えたやつ出していこう。俺の面白いやつ取んなよ。じゃあもう一個いくで。はい、キロさんで行こうぜ。あれでしょ、ヨシキのやつでしょ。そう、刻んでいこうぜ、ね、分かりやすく。あいつイケメンだからな。長距離用語で。池袋の。はい。ランニング女子とスケベなことがしたい、サブ2です。いや、だからもうあかんって、隠せって、そういうの。佐護圭介です。ランニング女子とスケベなことがしたい。いや、だからお前もういらおらんやつ巻き込むな、絶対。佐護がそう言ってました。いや、おらんやつ巻き込むな。お前のこと YouTube に誘った俺のチョイス。俺出していこうぜ。ダッシュで行こうぜ。コンプライアン